腕長隠れダコは、マダコか隠れダコ族に分類されるタコの一種。日本では、南西諸島に分布する。俗称など、地方名は島や地畜によって様々で、奄美大島では、すがり、沖縄では、シガイ、シガヤ、や、ヌジグわ、八重山では、うむずな、ムンチャー、んゾウなどと呼ばれている。体長は、最大でも50センチメートルほど。サイズ的にはいいタコに近いが、 銅の大きさに比して、足が非常に細長い。亜熱帯域から熱帯の西太平洋海域にかけて広く分布し、遠浅の干潟や砂浜、岩やサンゴ礁の割れ目を住みとしている。自家消費がほとんどで、食用として市場に出回ることはない。主として、サンゴ礁の海に生息するため、タコツボは使用されず、天屋や,や巻貝の殻を用いた投げ釣りや、 夜間干潮時のイザリによって捕獲される。非食部を除去し、下茹での後に利用される。大型のタコに比べて柔らかく美味である。沖縄県内の釣り具店では、タマンやガーラ用の釣り絵として売られている。100グラムあたり数百円と高価である。ありがとうございます。